皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。何やんの今日？今日はもう終わりだから終わりでいいんじゃない？いや、この前の31日の生配信、うん、原さんの、まあ、退任が決まったっていうことを報告しましたよね。おお、したよね。少し反響あったのか？いやー、もう多くの方から結構意外な人、そんな人も見てんだっていう人がいるあ、見てんのっていう感じだったよね。いや、もう昨日クラブの担当者会議があって、うん、そこでも言われまして、あ、そうなの？ J リーグ TV やめないでくださいみたいな。そうそう、意外な人に、ね、そんな人まで見てんだみたいに思ったことはあったね。ちょっと反響遅かったですよね。まあ、あの後ほら代表戦があってさ、はい、あのサウジアラビア戦が特にあったから、まあ、次の日か、行くじゃない、スタジアム行って、まあ、そしたら結構な人が J リーグ TV を見てましたって言われてそうなんだっていう感じで、まあ、でも挨拶するのにはしやすかったけどね。あ、じゃあみんな知ってたんですね、どうするんですかみたいな。まあそうだな、まあ、もちろんその J リーグ TV だけじゃなくてその退任っていうのが出てたから、まあ、でもある面とのはっきりしてね、次の体制が決まったわけだから、 J リーグの職員の方々もそうだろうし、あとサポーターの人も、まあ、なんだろう、次新しいね、野々村チェアマンになって新しい体制で、あとはこう引き継いでってくれるだろうっていうかね、そういうふうになると思うけど、まあ、3月15日で退任となって、うん、まあ、ゴールというか、まあ、なんだろう、うん、一旦区切りが見えたので、そうだね。それまでどうしようかなと、これジェリー TV。そうだね。それまでは何をやろうかなって考えたんですけど、うん、そうだね。まあ、今までは、うん、一応僕が制作スタッフと一緒に台本を作って、うん、構成考えて、うん、こういうのをテーマで話しましょうっていうのを原さんに喋っていただいたじゃないですか。うん、これからはもう原さんが言いたいことを言うっていうのをどうする？最後、いいよいいよ、全然いい。最後だから俺が言いたいことを言う、うんうん、まあ、なんて言うんだろう、今後確かに自分がここまでやってきたこと、うん、でそれはまあ選手だったりコーチだったり監督だったりもあるんだけど、特に JFA 2009年にJFA のまあ技術委員長になって、はい、結局そこになってから各クラブっていうより、個々のクラブじゃなくて日本のサッカー全体を、うん、まあ、もちろん代表監督もうどうするもそうだし、どういうふうに育成年代もやっていくとか、まあ、技術委員長、まあ、専務理事、そしてこっちの J リーグの方に来たわけだから、まあ、そこら辺振り返ってみるか。お例えば俺もなんかあんまり振り返ってはないんだよ今までね。ただ今回まあ、皆さんにもご迷惑かけちゃったけどさ、例えば参入戦のさ、はい、プレーオフを PK やるかどうかみたいな、はいはい、PK までやるかみたいな時に振り返ったんだよ。皆さんにも説明したけど、結局あれは記載が間違ってて、本当はその延長なしで引き分けだったら J1 が残留っていうのを記載ミスで、でミスがあった。でそれと本当は20年に言ったようにこう1年かけてもう一度議論して、それが引き分けがいいっていうよりも状況がいろいろ変わってるから1年かけてやろうって言ったのをコロナで全く止まってしまって降格なしっていう2020年はして、この年も議論して降格4昇格2みたいなの決めたから、で2020年に戻すみたいにしてたんで、それを振り返ったんだ今回な。でこの2017年例えば3枠を 2.5 にする時どんな議論をしたっけっていうこととかで、どうなってこうなったんだよねっていう話で、今例えば思い出せば今 J2 とさ J1 のこの参入戦の話だけだけど、今 J2 って落ちるのは2つだけで、で J3 から上がるのは2つだけじゃない。だからそれも当時は J3 で J2 ライセンスを持ってるところがまだ少なかったし、U23 チームも加入してたから、そういうこともあって2だよねってなってたんだけど、やっぱりもう今今年 J3 が18で2つ上がってくれば20になるわけだよね。そうすると今度そうなった時に本当にここの話だけじゃなくてさ、で J222 で2しか落ちないっていうんだったら、やっぱここも枠はどうするかとか 2.5 にするのか、 J3 もプレーオフやるのかみたいな話も振り返ってみると、当時の論点とそして今ここに来てさ、また世界の状況も変わってるじゃん。例えば FIFA がまあなんか応募だって我々も思ってるけど、 2年に1回ワールドカップやるとか
なんかありますね。ああいうのがってパンって出てきたり。本当にそういう話出てるんですか。いやそれは出てきてるのは、ただ一時のトーンじゃなくて、結局クラブは猛反発だから当然。え、なんで猛反発なんですかクラブ。だってクラブって選手のお金払ってるのクラブじゃない。でインターナショナルマッチウィークを例えば1ヶ月連続で9月とか 10月ぐらいかな取るみたいにすると1ヶ月リーグ戦が空くわけだよ。だけど年に、ね、5回もやるんだったら1回か2回にしてほしいみたいな。でそこでまとめてなんか代表戦をいっぱいやるみたいに言ってるけど、まあ、クラブ側はいやクラブがお金も払って選手にで多分トレーニングしてやってるのに、なぜその FIFA が何相談もなく FIFA が決めるんだって当然なるじゃない。これはヨーロッパみたいにお金があるクラブは当然猛反発するんだけど、アジアとかあのアフリカの国とかの貧しい国ってその国の FA、 日本でも日本サッカー協会傘下に例えばリーグがあるんだよ。プロじゃなかったりするから、そっとこっちの協会の票をいっぱい取りたいってなると、あのなかなかワールドカップに出れないとこってさ、少しでもワールドカップ出る可能性があればさ、で賛成に回るわけだ、そういう案を出せば。だけどやっぱりヨーロッパとか、まあ、南米もそうかな、あの、まあ、Jリーグももちろん今のまんまでそれをやられたら日常のサッカーが壊れちゃうよねって。しかもそれ相談もなしに、あれ選手会も猛反発してるわけだこれ。なんでそういうのがいろいろ絡んでて、だけどじゃあ ACL の日程があの変わりそうだみたいな、決勝は来年に持ち越されちゃったとか、年をまたい、まあ我々から見ればまたいちゃった。でこれもあの前アジアって広いから、今議論出てるよね、アジアの予選だって。こんななんかこの大変なのはね、移動なんだよ。例えばじゃあオーストラリアなんかもさ、この前自分のとこでやって今度中東に行くとか、でサウジもそうだよね、あのオマーンでやってから日本に来るとか、この移動が、日本はたまたまこの前はちょうどホームホームだった、でもその前の時は日本でやってサウジに行って、サウジのアウェーやんなきゃ、あ日本じゃねえかバンコクか、なんか移動が大変で、その多分どこよりも世界のどこよりも移動が大変みたくなっちゃって、それだったら本当は西と東分けて、こっちの中で何チームかずつ出して、最後はここたすきがけでやったらどうだとか、多分いろんな案も過去出たんだよ。その中で ACL もそれぞれのカレンダーでやった方がいいじゃんっていう話で、だあの決勝まではそれぞれにやるようになったよね、まずは。だけどに西は西でずっとヨーロッパに近いから、ヨーロッパのカレンダーでやってるのが多いんだよ。でウズベキスタンぐらいから、中央アジアぐらいからやっぱりこっちの東に近いんだよ。でもう同数なん、同数ほぼ。これひっくり返してもまたこっちは反対するから、なんだけどやっぱり力関係で今その AFC のやっぱりこうパートナーとかスポンサー、それがやっぱり中東が強いから、で会長も向こうの人なんで、その人たちはそのカレンダーを買いたいわけ。だそういう動きとかいろんなのがあって、その本当この話題は参入戦の PK やるかどうかとか、中立ってやるかっていう話よりも多分ブワーって広まってきて、で中のカレンダーの人としてどういうふうに考えていくかみたいな風になってるのかな。だからそれを、まあ、今回その実行委員もさ、皆さんご存知でもう2年ぐらいでは変わっちゃったりしてることが多いで、いろんなクラブ事情とかさ、まあもちろん長くやってる人もいるんだけど、クラブによっては変わる。そうすると過去どういう議論してきたの分かんない人も多いから、まあ今回全部整理して出して、で自分も忘れちゃってることもあったけど、まあそうやって整理して過去はこうだった、じゃあ今後今の世界のカレンダーがこうなりそうであったり、 ACL がじゃあ変わるかもしれないって、その時に日本のカレンダーも、あの日本の J リーグのカレンダーもどうしていったら一番いいかとか、そういうことも含めて多分考えないといけない時期に来てんだろうなって。だからそれをこう伝えていかなきゃいけないじゃん。でまあもちろんこの2年ぐらいは本部長とか部長とかさ、あの職員の皆さんにとシェアしてさ、だいぶそっちの人たちがこう次どういう体制になってもやれるように準備してきたつもりなんで、まあそこは新しいチェアマンのもといろんなことをやっていくんだろうなっていうふうに思うけどね。じゃあ一つはカレンダー問題っていうのは大きな問題としてあるわけですね、うん、カレンダー、また世界が本当に どうするか、だから FIFA はそう言ってるけど、うん、言ったようにヨーロッパや、まあ、日本もそうだし、多くの国っていうかな、 FIFA プロ特に選手会とかは休みが少なくなる、しかも2年に1回っていうと、その IOC も反対してるんだよ、オリンピックと重なるから。だからオリンピックと重なって、じゃあオリンピックとじゃあ代表とどうするとか、多分そんな簡単な問題じゃないんだよ。で選手たちだって、でじゃあユーロがあり、ね、南米選手権があり、アジアカップがありって、それ無理だろうって、ね、そうすると、下手したらじゃあクラブ数を減らせよみたいに、リーグのって、それって
クラブから見たら、いやクラブが雇ってそれぞれの、じゃあプレミアリーグ、ラリーガ、ブンデスリーガっていうところはもう猛反発だよな。だからまあそれも多分インファンティーノっていう会長が また次の次期の会長をまた狙うとか、またそこに対してまた、いろいろあるんだろうけど、まあそういう時期ではあるな今。なんで2年に1回にしたいんですか、 FIFA って。儲かるからでしょ。そうやっていっぱいもう、それもお金が多分その方が入ると単純に思ってる。そういうことですね、うん、だけどその予選のやり方とか、あの、まあ、チーム数も増やしたよね。あれだって多くのところは反対してたけど、結局出れないとこから見れば、いや少しでも出れれば、で予選グループは3試合になっちゃうわけだから、で 今度からのアジア予選ってさらに難しいっていうか、出やすいけどこの緊張感は薄れるよね。うん、やっぱりアジアで8位だか 8.5 出れるっていうことは、やっぱりこう出れる国はいいけど、やっぱり全体のレベルは少し下がる。でもまあ普及のためにはそれがいいんだってこう舵切ったんだろうけど、ちょっとなんかワールドカップの価値とかっていうのもどうなるかなみたいな話もあるのはあるな。まあいろいろあるよ。そういうのをまあできるだけ皆さんに伝えた方がいいのかなって思うところもあれば、まあ俺の振り返りしてもしょうがないかっていうのはあるかなっていうのもあって、何がいいのかなって思ってるけどね。まあ時事ネタで言うと、うん、Jリーグの話だと今週末ですね、うん、2月12日富士フイルムスーパーカップがあります。はい、あれ、まあ、天気がね、雪がっていうのはちょっと心配ではあるんだけど、ちょうどその日は大丈夫そうなんで、やっぱりあの富士フィルムスーパーカップか、これはやっぱりシーズンの幕開けっていうのもあるじゃない。だからそれでいいスタートを切ってほしいっていうのは当然あるし、あのレフリーの方も、あるいは両クラブだけじゃなくて多くのチームも今年のこのスタンダードとかさ、笛がどういうふうにあのレフリーが吹いてどういう試合やるかって注目してると思うんで、そういう試合になるんですよね。うん、そういう試合になるよね。まあ自分が監督の時も自分たちはなんか同じようにあの練習試合とかプレシーズンマッチやったりして、でも取っといて見てチームのこの出来具合とかさ、あのそどんな感じかなみたいな、じゃあ新しい川崎はフロントあれどんな感じだとか、裏はどうだとかってこう見ながらさ、自分たちはそれに比べてどうだとかっていうやりながら、いよいよ始まるなっていう感じだね。まあ、あとネクスジェネレーションマッチか、あれがあの前皆さんにも話したことがあるかもわかんないけど、あの前はあの J リーグ選抜と高校選抜だったんで、それはまあそのやり方も一つあるんだけど、なんだろう、高校選抜の方はさ、あのドイツとかさ、あの海外に行く、あの去年行けなかったのかな、今年も行けるかどうかわかんないけど、ああいうチームをの選考を兼ねてるみたいになって。あ、そうなんですか。そうそう、で早めになんかキャンプっていうか選考、過去で言えば御殿場あたりでやって選考してきて、その試合も当然選考の対象になってるんだよ。でそれがあの J リーグ選抜ってあの試合のためだけに集めるんで、前の日なんか前のあっても前の前の日ぐらい集まって1回か2回練習してパンってやるんだけど、まあ、なんて言うんだろう、なかなか難しい。あのその後なんかにこのチームで行くっていうんだったらいいんだけど、それがないから集めて、もちろんいい選手たちなんだけど、だからいつも見てると後半ぐらいからやっとなんかチームが馴染んできた頃に試合終わっちゃうみたいな感じだったんだよな。で、まあ、それもあって、まあそれも悪くはないんだけど、あの弱いクラブでもいい選手は出れるってあるんだけど、そしたら J リーグで優勝したチームのアカデミーの人たちに出てもらって、例えば今年で言えばフロンターレのさ、普段とのトップチームだけ見てる人もアカデミー見てもらったり、あるいはアカデミーのこの関係者もあのトップチーム今年こうだっていう、そのお祭りじゃないけど、そういう風にした方がやっぱりいいかなっていうのがあって、で変えたんだよね。あのそれがいいか悪いか、だからそうすると高校選抜の方が選抜されてるし強いのかも分かんないけど、クラブのアカデミーの選手たちがやっぱりそこで舞台に立つ、ああいう舞台、まあ、高校選手権ってさ、すごく今年の決勝でも4万2千高入ってさ、それが憧れて入る高校に行く人もいるよね。で一方であの J ユースカップとかさ、まあ、去年はできなかったんだけど、やっぱあれやったとしても本当に10分の1ぐらいにしか入んなかったりさ、注目度が違うんだけど、だけど ああいう舞台に立たせてあげて、そこでどん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 成長するようにしてあげたいなっていう思いであの変えたんで、まあ、そこもね、時間がある人は注目して見てもらいたいなって思うけどね。富士フイルムスーパーカップの前にやる、朝10時何分で入るんだけどね。だけどまあサポーターの方で早く来る人なんかはね、あのそれ見てもらって、でお昼
ちょっと早めに食べてしっかり試合もこの後の大人の試合もしっかり見るって楽しめるんじゃないかなと思ってるんで、あんでまあいい選手をね見つけてもらえば、いやそこですよね、うん、一つの楽しみはなんかなんかどっちが勝ったとか交代連がとかユースのアカデミーがっていう見方を俺全くしてなくて、うん、あのどんな選手がどんなとこから出てくるかなっていう見方で、あのそういう楽しみであの見てもらえばいいんじゃないかなと思うけどね。あと富士フイルムスーパーカップの試合後に、うん、地味にこんなイベントあるの知ってます？マスコット大運動会。毎年やってるよな。やってないですよ。あやって運動会、ね、運動会ですよ。あマスコット選挙でしょ。違います。それはそれでやるんですけど、マスコット総選挙も、はい、今やってます。うん、やってるね。で試合のハーフタイムで、発表するでしょ。1位を決めます。発表します。運動会ってどうやるの？いろいろ組み分けは考えてやるの？考えて、あと組み分けと、うん、あと、まあ、マスコットさんによってはできるできないもあるじゃないですか。できない人もいるよね。できない人もいらっしゃると思うので、うん、だからみんながみんな全部やるわけじゃないんですけども、そうだね、はい、玉入れ綱引きリレーを、まあ、今回そのスタジアムに来てくれるマスコットで戦うんですよ、これ、まあ、そういうね、なんだろう、運動会とかが今できにくいからね、子どもたちもなかなかただ大変そうだけど、どんなになっちゃうのかな、分かんないけど、予想分かんないけど、そのシーズン当初から怪我しなきゃいいなっていう感じだな。怪我だけは最初だからね。ここまだシーズンこれから始まるときに怪我だけはしないようにしてほしいなっていう。このシーズン長いですからね。そう、ここから始まるわけだからね。各クラブは次週から J1J2 開幕なんだから、本業ですからね。まあ、だからしっかり準備っていうかね、トレーニングっていうかしてきてだな。いやリレーですよこれ。走るリレーはちょっと大丈夫かなと思うけど、転び方だけ練習しておいた方がいいかもしれないな。まあでも直接そうね、立てなくなっちゃうかもねとかあるかもしれないな。ただ出場するマスコットさんたち見てると、やっぱリレーは出れる人は限られてますね。限られてると思うよ、はいはい、辞退する人もやっぱ多いですねリレーは。まあそうだろう、それは当然だと思う、はい。まあ、なんか時間がある人はね、そこまで見てってもらえば。終わってからやんだ、じゃ表彰式終わってから。ああそうなんだ。原さん、ちなみに注目のマスコットいます？この大運動会で。大運動会、ちなみにビビ君はリレー出ます。出るんだ、はい。ニータンもリレー出ますよ。ああでもニータン、なぜか綱引きは辞退のようですよ。それはリレーにかけてんじゃない？かけてるかもしれない。両方はきついかもな。ああでも3種目全部出るマスコットさんはいらっしゃらない。2種目までとか決まってんじゃないの？だってそうしないとみんな出たいみたいになった時に難しいよね。これ地味に注目なんです。これあの J リーグの YouTube で生配信しま す、ね、はい、どのぐらい見てくれるかね、うん、J リーグ TV。 あとはお手元にこんなの用意しました、うん、ヘルグラッソ。今回の特集は戦力分析2022、浦和レッズの特集のようですね今回。そうだね、まあ、新しい、まあ、2年目ですよね、リカルド・ロドリゲス監督。そうだね。しかもなんかいい補強してますよね。フォワードがなんか今交渉してるとかしてないとか言ってて、まあ、あとは皆さんご存知のように今新規の外国人外国籍の監督、あと選手が入れないわけじゃん。だからそれが問題。どうなってたかそれ。それはあの今いろいろ交渉はしてるけど、これだけオミクロン株がもう過去最高にいってる時に全部止まってるんだよね。他のあの報道されてるように留学生とかあのそういう人たちも全部止まっちゃってる。入れない。入れない。スポーツだけはっていうのを、音楽とかさ、多分いろいろな人が止まっちゃってるから、もうちょっと落ち着けば。あの行けるんだと思うんだけど、でも交渉はしていて、まあ、あの過去に去年かね、ああいう外国籍の人をまとめてバブル作って、あのそういう実績はあるじゃない、 J リーグとしてね、全体でやったり。だからそういうのをやってんだけど、まあ、そこが当然監督さんで来れないとか、当然選手も来れないとかいろいろあるんで大変だけど、まあしょうがねえなっていう感じだね。目処はまだ見えない。まだ見えない。オミクロン株が多分もうピークアウトして、そういうのが見えてくればいいけど、やっぱり政府の最後の決断みたいなのあるじゃない。で、まあ、もちろん野球 NPB と我々 J リーグでさ、いろいろずっと過去の実績とかデータも出してきて、まあ、今度も富士フイルムスーパーカップもさ、あえて当日検査って言うんだっけね、はい、あのスクリーニング検査なんかな、1000人まで、1000人の1000人ですね、まあ、はい、人数、あの今後さ、あのいろんなことに備えてあえてトライアルで、あの当日あの検査をしてっていうのを
やってみるんだよ。やってみるんですね、うん、今回の。でそれは今後どうなるか分かんないよ。いや去年も皆さんご存知のようにほら名古屋あたりだっけね、最初接種確認みたいなのをこう見て、接種してるっていう確認があるとこは別の席みたいにした時あったよね。あれもまあ、神戸とか名古屋とかで最初 J リーグがやって、で政府の人もそこを見に来てこういうやり方もあるよねって。ただオミクロン株はその2回接種してもみたいなの今あるから、やっぱりじゃあだったら当日本当に検査して大丈夫な人だけみたいなのをトライアルでやる。でこれも議論あったんだよ。今検体が少なくて本当に必要な人に渡した方がいいんじゃないかみたいな議論もあったけど、だから数を1000に絞って迷惑かけないというか、そういう範囲の中で状況を見ながらっていうんだけど、まあ、トライアルしといて、まあ、今後別に J リーグだけじゃなくてさ、他の例えば演劇とかさ、映画なのかな、ミュージカルとかさ、いろんなとこでそういうことを、うん、そういうとこでさ、やろうと思えばそれができるって、その実証見分っていうかさ、そういうのをやってみようっていうのがあって、で例えば時間を同じ時間に来ちゃうと、すごい混雑しちゃうから時間差をこうつけて、割と時間早いとこから受ける人は少し安くするとか。ああ、そうやってるんですか。知らないの、そういうの考えてやってる。知らなかった。だって例えば1時から1時何分だっけね、はい、だから早めにその検査を受けて、そういう人はちょっと 早めに来る分少し、300円だから500円安くなるとか、こう時間差でやってみて、そういうのもトライアルして、割とちょっと今度当日受けて安心みたいな、当日は少なくてもそういう席もちょっとトライアルでやってるって意味でやってる、うん、お客さん何でもかんでも増やしたいっていう意味だけじゃなくて、今後のなんかこう指針になればっていうことでやってるんだな。まあ浦和はまあこれね、1年目ね、まあ天皇杯優勝したチームっていいとこもあるんだけど、結構次の年難しいんだよ。え、そうなんですか。それはなんでかっていうと、一番最後に優勝して終わってんじゃん。でもちろんリーグ戦はリーグ戦で優勝して終わってるけど、例えば川崎フロンターレなんて天皇杯負けちゃったわけだよね。でなんか悔しい思いが当然残ってるわけだ。ところが天皇杯って一番最後に来るから、優勝したっていう気持ちがやっぱり人間だからどっかあって、天皇杯優勝したし今年はいけるぞと思ってんだけど、意外とその後難しいことが多い。まあ、もちろんこの浦和の場合さ、そこで補強してまたこうチームの中でこう競争っていうのが始まってるから、あとこの試合には当然勝ちたいじゃない、そのタイトルだから、富士フイルムスーパーカップ勝ちたいんだけど、あまりにそこにもう当然だけど 100% ではまだコンディションはないから、まあ競争もさせる、でも選手のコンディションもまだ例えばいろいろコロナが発生した選手もいればさ、いろんな状況の中で誰を1年間考えてどう使って、どう例えば途中から使うっていうのは、ある面1年の戦略とかお前は期待してるぞみたいな、そういう起用もあったりとかさ、あるから、でも負けたくねえんだよ。でも負けたくないけど、例えばじゃあ怪我させちゃうと、いきなりそのこれで怪我しちゃったりすると、なんかいきなりこうつまずいたりね。で、まあ、まだ今年はいいんだけど、例年このあとすぐ通常で言えば ACL があったりするんだよ。でこれがあって ACL っていうと、この ACL アウェーに行ってこれ負けてアウェーで負けてみたいに、で帰ってきたらリーグ戦初戦で負けてみたいになると、いきなり大ピンチみたいになったりするから、やっぱ最初の入り方っていうのは本当に監督選手も本当にこういい入り方をしたいっていうのがあるかな、両チームともな。あとはどんな選手をね、移籍してきた選手とか新しい選手をボンってスタメンで使うのかとか、まあそういうところは常に注目だよね。移籍した選手でいうと、鹿島アントラーズから犬飼選手とか、あと横浜 FC からの松尾選手ですよ。ああそうか。あと僕個人的には徳島から来た岩尾選手だ。岩尾っていうのはこのリカルドのサッカーは知ってるじゃない。でもまあ34ぐらいだよね。徳島であんだけ長くやってきて、本当に徳島の顔だったわけだから、オファーを受けてきて期するところあるだろうし、まあある面選手って選手だけじゃなくて人間もそうだけど、環境が変わると何て言うんだろう、またフレッシュになるじゃん、うん、そうですね。だからずっと同じ例えば職場にいた人がさ、辞めて違う会社に行くとか違うことを始めると、またフレッシュになって新鮮な気持ちでやるっていう、それはあると思うんだよね。岩尾の場合、前から自分のことをよく知ってる監督からオファーもあったんだろうから、それがどういうふうに出るかっていうのは楽しみであるね、うん、でそれで移籍してきていきなり使うのか、あれこのバンキシャ予想だともうスタメンに入ってますね、うん、だからそういうところで使うのか、途中からなのか、あえてその期待してるって使うのかとか、そういういろんなこともあるだろうね。あと選手のコンディション、うん、
あるいはこの酒井宏樹みたいなのは代表でやってきて、はい、あのそのコンディションチームに合流しては短いだろうからあえてそこを使わずに行くのかとか多分いろんなことを考えてやっていくと思うんだよね。楽しみだね。いやそうそう、まあ、フロンターレだってあれじゃないの、チャナティップがどうに絡んでいくんだろうみたいなのがあるよな。まあ、チャナティップ選手ありましたね。チャナティップがどういうふうにあそこに組み合わさんだろうみたいなのあって、でもさフロンターレもなんか今やなんて言うんだろう、選手がどんどん森田が抜けても、と旗手が抜けても、田中を抜けてもまた違う人が出てくるんじゃん。すごいよねっていう、今年は誰が出てくるんだろうみたいなのあるよね。あ、そうですね、うん、そういう楽しみ、ね、でそこにまた、まあ要所にはやっぱり家永みたいなさ、なんかあっても最後はいるよみたいなのもいるし、立花だっけ去年あんだけ途中からガッて出てきたりね、だから本当にどうなんだろうっていう楽しみはあるな、あ面白いカードではあるな、そうですね、当然だよな、そうやってからそうですね、確かに、うんうん、まあ、この頃が一番ねどこのクラブもね、はい、夢なんだよ、シーズン始まる前がこれね今年はいいぞって、今年はみんな今あのサポーターも含めて夢とか今年は誰入ったぞいいぞいいぞっていう夢を語れる時期ここから開幕までは、うん、Jリーグ TV ちょっと見ていただきたい映像があるんです、サラさん、うん、何かと言いますと、うん、ワンフォーケンゴザムービー、うん、原さんご存知ですよね、うん、見たよ、見ましたよね、うん、それがなんと2月11日の金曜日から全国のイオンシネマ主要劇場に独占上映が決定したすごいよ、ね、ということです。すごいですよね、うん、今までは川崎だけだったのが全国展開と、それに伴ってこんな映像が届いてます。原さん、ガッキーさん、こんにちは、中村健吾です。この度、ワンフォーケンゴザムービー、全国のイオンシネマ主要26劇場そして、ドライブインシアター3劇場で2月11日より、上映されます。最初は川崎の2カ所からスタートしたんですけれども、本当にサポーターの皆さんも含めて、反響をいただいたことで全国上映に、なりました。本当にありがとうございます。そしてぜひともですね、これ J リーグ TV で原さんとカッキーさんに告知を協力していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。しっかりしてんな、まあ、フロンターレはもともと J リーグ発足当初からいたチームではないですし、まあ、後発チーム でまして J2 にいた、僕が入った時は J2 にいたので今のフロンターレっていうのはそれを想像できるようなチーム状態ではなかったんですけれども、何があってどういう思いで、そのいろんな人たちがこう携わって今のフロンターができたかっていう、そういう、こう源みたいなのはあの映画を通して分かると思っています。まあ、サッカーファンの皆さんもちろん、サッカーを見てない人たちでもいろんな人が同じ方向、目的を同じ方向を向いて頑張りきることで、ベタですけど諦めなければ何かが叶うっていうのはあの映画は体現してると思うので、あの全国の J リーグクラブがあるところでも多分映画やると思うんで、Jリーグのサポーターの方は例えば推してる選手とか応援してるクラブとか照らし合わせてみていただけれてもいいと思いますし、本当にいろんな見方あると思うんで、多くの方にこの映画見ていただきたいなというふうに思います。あとはタグでですね、ワンフォーケンゴっていうタグを入れてくれれば、 Twitter、SNS、あのインスタで入れてくれれば僕そこチェック必ずするんで、感想をぜひしていただきたいな、入れていただきたいなというふうに思います。そして J リーグ TV ですね、皆さん、僕もあの一視聴者なので、まあ、本当にあの原さん、ガッキーさんいつも面白い掛け合いしてくれて、もうらしいなというふうには思ってるんですけど、ぜひあのこの J リーグ TV を通して映画を知った方、皆さんが一人一人この映画の良さ含めて感想を広げていってほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。いや個人的にはあの原さんのあのもう本当に原さんそのまんまですから、いつもすごいなって原さん思うんですけど、やっぱそれがあの原さんの魅力でもありますし、それをまた引き出すガッキーさんのあの掛け合いっていうのはもう一つのエンターテインメントですから、ぜひ原さんがどういう、こう立場になられてもJリーグ TV は原ひろみでぜひとも存続していただきたいなというふうには思いますし、僕もまたそこにゲストで呼んでいただければいいなというふうには思ってます。楽しみにしてる人いっぱいいると思うんで、もう原さんはどこにいても原さんですから、ぜひとも続けていただきたいなというふうに思います。いかがですかこれ、なんとか健吾らしいね、
あれだよ、見たんだよね映画はね、はい、すごくなんか今でこそさ、まあ、皆さんに見てほしいっていうのは、今でこそフロンターレってさすごかったんでしょって前からって思うけど、まあ、自分も FC 東京に行った時とか、はい、あるいはその前浦和にいた頃ってさ、轟き行ってもさ本当にお客さん少なかったんだよね、あの FC 東京の監督なんかしていた頃とか、まあ、その間の解説してる子とか見に行っても少なくて、でもフロンターレも東京ヴェルディがいたから、はい、その前、はいはいはい、でその後フロンターレになって、結局あの街ってほら野球のチームがいくつかあったりとかさ、いろいろあっても結局根付かないよねみたいに言われてて、でまあ、ケンゴもあのデビューしていい選手がいるっていうんで俺見に行ったことあるよ、うん、なんか近いからなんか夜 J2 だけナイターでやってて、ああいい選手だなと思った。でもお客さん本当に少なかったんだよね。ところがそれみんな分かんないじゃん。でそれ分かんなくて、まあ、フロンターレってそうだけど、やっぱりなんて言うんだろう、あそこにその J リーグの歴史とか、あの本当になかなか受け入れられなかったチームがどうやって、その剣豪だけじゃなくてさ、スタッフも他の選手たちもどうやって町に溶け込んで、で町の課題でもあったと思うんだよね。川崎ってあんまりいいイメージなかったじゃん、あの郊外だったりさ、なんかそういうなんかどっちかっていうとマイナスのイメージしかないところが、今やもう住みたい町みたいになってきてるのは、多分町の人たちもフロンターレをやっぱりこう受け入れたんだと思うんだよね。それはやっぱりフロンターレの、多くの関係者が本当にこう真摯に町の人たちと向き合った、他の J クラブがなかなかできないことを後から入ってきたからもう地道にやったのがもう花開いた。だから本当にシルバーコレクターって言われてたじゃん、なんだろう、ああいうなんか社会シャレンっていうかさ、社会貢献活動とか地域ホームタウン、そんなことやってっから最後勝てねえんだよって言われてたんだから、本当に甘いんだよって最後は。だからそれが甘くてダメなんだよって言われてたのが、一回タイトル取ったらもうそっからはもうすごい勢いで取ってるよね。で自分も最初にフロンターレがリーグ優勝した時か、タイトル取った時にそこにいたんだよね俺は。だからイミテーションのこの優勝賞金とかあれ持ってって、なんだろう、カップ持っていけなかったからさ、イミテーションの持ってった。でもその時ももう多分他があれ鹿島かね、鹿島が勝っちゃったりしたらもう引き分けでもダメかなみたいなところを勝って、優勝したところシーンにね出会わせたわけだから、あの映画にはあれじゃないの、ケンゴのあの映画にはそのいろんな人の思いで、今地方でなんだろう J を目指したりさ、もっと強くしたいっていう人たちはさ、プロになるだけじゃないと思うけど、あの映画にそのヒントが全てあると思うけどね。そういうなんて言うんだろう、最初から強いチームとか愛されるクラブってなくて、本当に地道に地道にやってきた。だから地元の商店街の人にあんだけ愛されて、それができそうでできないんだよね。イベントにも参加して、やっぱあれはすごかったなと思うな。だからまあぜひ皆さんにもね見てもらって、日本系列でやるっていうことは結構多くあるよね、地方にね。この数、うん、俺ももう一回見に行きたいなと思うね、ぜひ見てほしいね、うん、フロンターレのサポーター以外も、ね、フロンターレのライバルだからとかじゃなくて、関係ない、全く関係ないな。やっぱりいい映画だと思うんで、本当に見てもらってちょっとなんか発見もあるし、まあ剣豪の人柄もさらにね、いろんなところで出てくるから、今や J リーグを引っ張っていくね、フロンターレが最初はどんなだったとか、なぜこうなってきたっていうのが全てヒントが隠されてるっていうふうに思うけどね、うん、褒めていただいてすごく嬉しかったですね。まあそれは一応気遣って言ってんじゃないの。 J リーグ TV、 うん、まあ次どうすかな、ちょっと俺も考えてみるわ。あとなんかこういうのやってほしいみたいなのあんのかな。まあ俺が最初に、そうね、どっから振り返るっつって、教会ぐらいから振り返ってみるか、どういう経緯で入ってきたとか、まあ教会に入った頃ぐらいからがあんまり言ってなかったり言えなかったりすることもあるじゃない、ね、はい、やっぱりその岡田さんもうみんな忘れてるけど、その決めた後結構バッシングがすごくて、その後結構大変だったんだよ。誰かのインタビューとか断ったとか、もう岡田監督じゃなきゃ誰でもいいんだよみたいに言われてさ、そんなこと言ったらあんたじゃあ責任取んだねみたいな、だったらあんたもじゃあダメだったらやめんだねみたいな、そういう感じで、まだ今みたいにさパワハラあれもあんまねえからほんでそういうふうに出ないじゃん、あんまり。その今だったらさ全部それを流しちゃうみたいになるけど出ないから、いや結構俺も頭じゃあやめてやるよそんなのみたいな、ここら辺は出るけど言えないよな、言えないとか、もう10年以上経ってっから大丈夫だと思ってさ、最後の試合でもう1試合急に入れてほしいって言われて、もうやんないって言ったよねって俺が言い返してだって簡単じゃないんだよ練習試合やんのは、練習試合あっちで入れるのって大変なことなんだよ、どっか呼んできて金もかかるし交渉もするしみたいな。
だけどどっかでやっぱもう堂々とぶつかんないと日本のサッカー変わんないと思ったから、あのザッケローニと話した時もやっぱり自分たちの形を作ってそれをぶつけるやりきんないと、いつになっても直前になったらやっぱやり方変えてっていうのはって思ってたから。でも負けるとボロクソ言われるんだよ、いずれにしても。俺はそこはもう信念持ってやってきたつもりだし、だけどやってきたことをちゃんと残してで次に伝えないとまたゼロから始めて同じことをやるよりはこう積み重ねていかなきゃいけないんだろうなって思ってるのは思ってたな。違う監督を探しに行ってて、あの時より1ヶ月か2ヶ月半ぐらいいなかったんじゃない、うん、隠れてよ、もうなんか追われて教会内で話すと教会から漏れるみたいな情報が、でどこに行くも何にも言わず勝手に飛行機取って行ってたしな。アメリカどっかまたベネズエラのどっかリーマーだかどっか知らないけど乗り換えて、でパッと降りたら留守番のやつすごいんだよ、着信歴、お前どこ行ってんだよ何やってんだみたいなって、やばいって思ったけどもう乗んなきゃいけないから乗って、こうやってサンチャゴでチリ着いたんだよ。ついてその空港でこう確認したら、犬飼い会と辞任、おめえどこに行って何やってるのって言って、は辞任嘘でしょって言って、で教会 の, あの関係者に言ったら、原さんどこにいるんですかって、みんな原さん探してますよって、だってお前俺誰にも言うなって言うから誰にも言ってねえよって言って、でどうしたの会長どうなんのみたいな、小倉さんに構えて、ちょっと小倉さん呼んで至急至急呼んで、小倉さん申し訳ないですって、今チリにいるんですけど、あの次の監督 の, あの候補の人とこれから会うことになってるんですけど、どうしますかって、もうやめろって言われればやめてあの帰るし、あのどうしますか、あーちゃんそれは続けてちょうだいっていう、続けていいんですかって言うからさ、いや続けて、じゃあ続けていいって言って行ったんだから、もうドラマみたいな話だ。当時でいうとチリの会長選もやってた、現その時の会長がビエルサ支持で、もう一人会長候補の人がペテグリーニ支持、すごい監督を2人いるから公約で俺がこうなればこうなるぞというようなこうやってたんだよ。だからどっちかはいけんじゃないのと思って、俺それ誰にも言ってないけど、結構深い作戦なんだよこれは。まあそういう話すると結構な話にはなるけどな。